皆さんこんにちは、カノンの森の堀です。今日はカノンの森で採れたラベンダーを使ってスワッグという、こう壁掛けですねを作っていこうと思います。カノンの森にはラベンダーがあるんですけれども、カノンの森は埼玉県熊谷市という日本一暑いところにありまして、ラベンダーを植えようと思った時に品種を選ばないと夏の暑さにやられてしまってうまく育たないことが多いです。ですのでうちで育てているラベンダーは暑さに強いラベンダーの種類を選んでいます。それがこちらのラバンジンという種類のラベンダーになります。他にもデンタータ、フレンチラベンダーなんかも、育ちますが、この種類がうまく育ちやすい種類となります。はい、ラベンダーのお花が咲いたら、収穫をします。収穫をして少し乾かしていきます。生の摘んだ時の状態をそのままスワッグにしてもいいんですけれども、株元が混み合うと、かびてしまう原因になるので、私は1回乾かしています。乾かす時は 2,30 本束を作って、間に風がしっかり通るように輪ゴムでくくったら、室内でサーキュレーターとかですね、風を起こして、風を当てて、カラッと、時間をあまりかけずに乾かします。はい。ラベンダーを干しておいて、だいたい、1週間ぐらい経った状態がこちらになります。茎のところがしっかり乾いていれば大丈夫です。これをスワッグにしていきます。はい。それでは、ラベンダーのスワッグを作っていきます。用意する材料はこちらです。ラベンダーが120本ぐらいありますが、ご用意できる範囲で大丈夫です。それから輪ゴムと麻布、もしくは歯切れのような布があればいいです。サイズは30cm×30cm もあれば十分です。それからリボンですね。リボンが60センチぐらい。それとハサミと、このちっちゃいやつがワイヤーなんですけれども、フックを作って壁にかけられるようにするためのワイヤーです。以上です。それではスワッグを作っていきます。まずですね、ラベンダーのサイズを分けていきます。長さがまちまちなので、長さをですね、だいたい同じぐらいのグループに分けていきたいので、背の順にラベンダーを並べていきます。トントンと下をちょっと叩いてみて、大きくなってるの、大きくなってるのから引き出していって、これでちっちゃいものと大中小というサイズに分けていくようなイメージですね。分けます。はい、こんな感じでラベンダーが
サイズ別にこう並んだ感じになります。さらにそこからもうちょっと細かい束に分けていきます。で、だいたいサイズが揃うようにグループに分けていきます。こんなにあるとちょっと本数が多すぎになるので、これを2等分ぐらいかなにしておきます。今ちっちゃいグループが10個ぐらいですかね、できた状態です。はい、そしたら一番大きいものから束ねていきます。イメージはこう、まあ、一本の線の上にラベンダーを重ねていくような形にしていくとまとまりやすいかなと思います。で、今2つ目の束を取ったらこの上に重ねていきます。こうやって横に広げるのではなくて上に重ねていきます。重ねていくときに同じところに重ねちゃうとここだけボリュームが出てしまうので、こういう三角形になるようなイメージを持っておくとうまくいくかなと思います。で、次の、だんだん短くしていきます。で、重ねていって、足元のところだけ、トントントンと同じぐらいになるように束ねていきます。次の束を重ねて、で言うと横から見た時にボリュームが出てくるようにしておくと良いです。だんだん手元に近づけていきます。ちょっとだけ穂先をずらしていって角度をつけてきた状態になります。手元はこんな感じになってます。で、ここに輪ゴムをかけます。できれば持ってたところに手をこう親指で押さえていたところに輪ゴムがかけられるといいです。はい、こんな感じで束ねました。輪ゴムはできるだけ見えなくしたいので一箇所にちょっとまとめておいてください。ここの足元ですね、これがちょっと汚いのでハサミで切り揃えておきます。あまりここで短くしなくてもいいかなという感じです。こういう葉っぱが巻き込まれてたりですね、そういうところだけちょっときれいにしとけば良いです。はい、スワッグが束ね終わりましたので今度はラッピング。輪ゴムの跡とかが見えているのがちょっと恥ずかしいので、これを、見えなくしてラッピングしていきます。麻布を輪ゴムが見えなくなれば何でもいいです。形は何でもいいんですけど、ここで、リボンをつけていきます。ギュッとして、
で、スワッグって吊る下げるので、今のこの状態のままリボンを巻いてしまうと、花屋さんのお花束のリボンの向きになってしまうので、これだと反対なんですね。なので、こちら側を向けてリボンを縛ると分かりやすいかなと思います。完成です。最後に後ろ側ですね、フックをつけたいと思います。ここをちょっとだけ取って縫い込んで、輪っかを作れば完成です。これで輪っかができました。ラベンダーのスワッグ完成です。